どうもトリプルナインです。本日紹介するのはこちらになっております。はい、ついに出ましたゴープリンセスプリキュアのプリキュアパンでございます。では一つずつ紹介していきましょう。パッケージはこうなっております。こちらはいちごデニッシュのパッケージとなってます。こちらはカスタード風味蒸しパンのパッケージになっております。さて今回のプリキュアパンにはキャンペーンがあります。はい、その名もおはようパンパジャパンキャンペーンというのが始まっております。ポイントを20点集めて応募すると抽選で合計2200名様に景品が当たるよと書いております。パンパジャパンと検索すると出てくるそうです。で、応募締め切りが2015年の5月31日となっております。そしてプリキュアパンにはワンポイントついてきます。つまりプリキュアパンを20個食わないと、つまり応募できないということです。では実際にパンパジャパンと検索するとこのような画面が出ます。おはようパンパジャパンキャンペーンありますね。こちらをクリックするとこのような画面が出ます。みんなのおはようからお休みまで楽しく応援、手裏剣センターニンニンジャー GO プリンセスプリキュアの対象賞についている応募券を20点集めて応募しましょうと書いています。パン、光るパジャマ、インナーにも応募券はついております。こちらをクリックするとニンニンジャー、こちらをクリックするとプリンセスプリキュアとなっております。応募期間は2015年の2月1日日曜日から2015年の5月31日日曜日となっております。ニンニンジャーに関しての応募景品がこちらになっております。はい、このような内容ですね。ちなみにニンニンジャーに関してはニンニンジャーの商品を買わないとこちらのニンニンジャーの景品には応募できないのでご注意ください。で、パンは1ポイント、光るパジャマが20ポイント、インナーが8ポイントとなっております。ちなみに20ポイントで応募できますので、そうです。パジャマを買えば一気に応募することが可能です。はい。そして、GO プリンセスプリキュア。はい。こちらの景品はこのようになっております。全く同じですけど、デザインは違いますね。対象商品はもちろん、GO プリンセスプリキュア関連のものを買わないと GO プリンセスプリキュアの商品には応募できませんのでご注意ください。で、応募方法なんですけども、はい、対象商品についている応募券を切り取ろう、これですね。では切り取り方に関して見ていきましょう。ポイント券はここの切り取り線に向かってハサミで切っていきましょう。このような形にしてポイントを残していきましょう。20ポイント貯めれば応募することができます。そして切り取ることができましたら、応募券20点分を応募はがき、もしくは郵便はがきに貼ろうと書いております。20点を超えた分の点数は無効となるそうです。手裏剣センター忍者 GO プリンセスプリキュアの景品のうち、欲しいキャラクターの対象商品についている応募券のみご利用できます。手裏剣センター忍者と GO プリンセスプリキュアの応募券は併用できませんのでご注意くださいとのことです。応募用はがきの場合は必要事項、郵便はがきの場合は裏面に郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を書いて下記の応募先に送ろうと書いております。つまり、こちらに応募はがき PDF をダウンロードでありますね。こちらをダウンロードして、で、印刷機で印刷してこちらの紙を作って応募することも可能ということです。ちなみに郵便はがきの場合でも OK とのことです。では食べ比べといきましょう。いちごメロンパンといちごデニッシュに関してはハピネスチャージプリキュアに出たプリキュアパンと全く同じものです。そして今回新しく出たのがこのカスタード風味蒸しパンとなっております。プリンセスプリキュアから出た新しいパンですね。ではいちごメロンパンからいただきます。うん、いい味ですね。いちごの風味が若干感じます。ちなみにハピネスチャージプリキュアに出たプリキュアパンの、はい、ありましたよね。全く同じなんで味はそのまんまです。ではいちごデニッシュをいただきます。うーん、美味しいですね。いちごジャムがすごく効いてます。これは前回のハピネスチャージプリキュアに出たプリキュアパンと全く同じものですね。では新作のカスタード風味蒸しパンをいただきます。じゃあちぎって食いますね。蒸しパンなんで。いただきます。ああ、いいですね。カスタードの味がすごくします。これ、カスタード大好きな人には多分たまらない味だと思いますね。では、皆さんお待ちかねの GO プリンセスプリキュアのシールでございます。さあ、シールは1枚入りで全20種類とのことです。3つありますので、早速開けましょう。まず1つ目。
ピュアティンクルとアロマとバフのシールが当たりました。ナンバーは9ですね。イラストがとてもいいです。そして後ろを見るとシールナンバー9とナンバー10のシールは台紙から剥がしてイラストのように並べるとプリキュアたちの絵が完成するよとのことです。こちらに関してはハピプリの時と一緒ですね。全く同じです。まさかの全員集合のシールが当たりましたね。キュアフローラ、キュアマーメイド、キュアツインクル、ゴープリンセスプリキュアと書いております。ナンバーは17番です。後ろを見るとはい、プリキュアクイズと書いてますね。これは誰のドレスフォームでしょうと書いてますね。ヒント、キラキラ星よ、プリキュアツインクルハミングと書いてますね。ということは答えは、はい、こちらに書いております。キュアツインクルと書いてますね。クイズ形式もあるみたいですね。今度はなんと妖精も集合したシールが当たりました。いいですね。やはり全員集合僕は大好きなんでこれは嬉しいです。はい、ナンバーは5番です。いいデザインです。後ろを見るとはい、キャラクター紹介、パフって書いてますね。甘えん坊でのんびり屋さんのロイヤルフェアリーだよ、アロマとは兄弟なんだってと書いております。以上で GO プリンセスプリキュアのプリキュアパン、いちごメロンパンといちごデニッシュとカスタード風味蒸しパンの方をご紹介いたしました。シールもとてもいいですね。前回のハピプリと全く同じ感じでとてもいいと思います。では今回はこれで以上にしたいと思います。ありがとうございました。では皆さん次の動画をお楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。トリプルナインのチャンネル登録は PC の方はこちらをクリックして登録、スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録してくれ。高評価やコメントも待っているぞ。これからもトリプルナインの動画をよろしく。